はい、皆さんこんにちは、初めましての方は初めまして、ホワイトベースの代表取締役のハロと、ただの店長の二宮と申します。はい、よろしくお願いします。今回はですね、川崎の GGR600、ZZR600 ですね、これのご紹介をいたしたいと思います。600です。幻の機体と呼ばれてますけども、600、これはなぜうちにあるかというとですね、私が衝動買いをしてコレクションとして保管してる人が通りました、保管をしていたバイクなんですけども、ちょっとですね、私も自分のコレクションをある程度切り崩さなければならなくなりましたので、商品として、出品させていただきたいと思います。はい、デビル缶ですね。で、600なので、何が400と違うかと言いますとですね、あるべき姿です、これが。はい、400は600のデチューンというかボアダウンのものなんですね。だから、若干のパワー不足を感じるなんて言われてるんですけども、それでも400はですね、割と僕の中では、きちんとパワーも出ててですね、ツーリングするバイクとしては非常に安定していいバイクというそういうイメージがございます。で、600はですね、その点どうなるかというと、ツアラーから一転して、スポーツバイクになります。スポーツバイクで非常に何が違うかというとですね、まずメーターが違いますね。もちろんそれはそうなんですけども、フルスケールの280キロのメーター、これが振られております。で、その中でもちろんタコメーター、このタコメーターに対するですね、エンジンの回転数のこの反応、それも400に比べると吹け上がりがですね、非常に鋭い。400の吹け上がりはブーンって感じなんですね。で、600の吹け上がりはこんな感じなんですよ。ちょっとうるさいんで止めますけど、このようにですね、今で回転数大体7000ぐらいまでのフケです。レブが、1万4000ですね。なのでまだまだ全然余力残してるんですけれども、それで、こういったようなですね、音が出ます。はい、やはり600として生まれたこの機体だからこそ、このフォルム、このスケール、このボリュームで、やっぱあるべき姿というのがこれじゃないかなと。もちろんですね、今世の中にいろんな大型車があります。600のバイク、これよりもですね、よく、スピードが出たり運動性能の高い、CBR のようなバイクもありますし、GGR に関してはですね、 1100cc、一番最大量で1400までもちろんあります。じゃあなぜ今僕がですね、この600という、GGR に対してですね、このように非常に魅力を感じているかというと、やはりですね、バランスなんです。この形で作られて、このスケール、この重量で作られたものの中に一番最適なエンジンが乗っかっているというのが僕は600だと思ってます。で、何がいいかというとですね、やはりこの、低速からですね、高速までそつなくこなす、このオールマイティーさですね。で、それから、やはりスポーツバイクになってくるので、他メーカーさんはコンパクトに仕上げるわけです。普通はですよ、普通は他メーカーさんはこういったスポーツバイクの 600cc、 なぜ600にしてあるかというと、1000でも1200でもなく、なぜ600にしてあるかというと、コンパクトに抑えている、バランスを重視してパワーバンバン上げればいいわけじゃないんですよ。例えばこれでですよ、このサイズスケールで1000とか1100のエンジンを積んで、もっとピーキーな状態にしてしまうと操作しづらいんです。ものすごくシビアな操作を要求されてしまう、乗り手を選びすぎるバイクになって、乗り手と乗れる場所を選びすぎるバイクになってしまうんですね。で、このスケールでこのサイズで何がいいか、先ほどの話に戻りますけれども、やはりオールマイティーさですね。決してピーキーで速いとか、峠に対して素晴らしく運動性能の高いものではないです。ただそういったところを走るのにあたって、僕たち素人なんです。たとえ100馬力150馬力のオートバイを乗ったからといって、その限界性能を引き出せる、その状態でその限界性能で、走り回れるかといえばですね、それは絶対的にノーなんですね。プロライダーでもやはりそこに至ってるという人はやはり少ない。いたとしてもその車両に対してかなり練習を重ねた結果であると僕は思ってます。じゃあ我々素人がですね、どこで一番力強く、どこで一番気持ちよく何を感じられるかって言ったら、やはりこのスケール、
大きいんです。何が言いたいかというと、川崎だけなんです、こういう作り方するのは。他のメーカーさんはコンパクトに作って、コンパクト、フルパワー、ハイパワーで、非常に乗り手を選ぶ、こう偏ったバイクを作る。まあ、川崎の方は偏ってると言われがちなんですが、僕としてはこっちの方が普通なんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、どうでしょうね皆さん。川崎のバイク作り、皆さんよく分かってると思うんですよ。普通に大きいんですね。でかいんです、あちこちで、でかいとかっこいい、はい、でかいとかっこいい、あと安定する、存在感が大きい、それから頼もしい。まあ、この動画をご覧になってらっしゃる方は十中八九男性だと思うので、やはりですね、こうまたがってですね、股の間にあるものはですね、黒くてでかくて太い方がいいと思うんですね。そういう意味ではやはりこの GGR にまたがった時には、それはそれはまあすごいなという感じがいたします。何を言っちゃってるんでしょうね、はい。回せば速いです。で、高速でも結構速いです。で、ただあの峠とかですね、低速コーナーで、乗りづらいかといえばそんなことはないです。ピーキーな感じじゃないんですね。老けたらいけない、ピュンっていっちゃうような感じではないんで、微妙なアクセルワークというのが苦手な人でもですね、そつなくこなしてしまうでしょう。で、なおかつですね、これ、逆車モデル、日本で発売されてないモデルではあるんですけども、もちろんエンジン以外は 400cc とほぼ同じです。なので部品はそのまま400のものが使えます。なのでメンテナンスもちろんできます、はい。で、あと400はかなり売れてるので、中古のパーツもいろいろ出てくるでしょう。そんな意味でですね、非常にこの GGR600 というのは逆車の中ではとても維持しやすいんじゃないのかなと思います。傷も少ないです。反対側も似たようなものです。あ、そうそう、エンジン音を知ってる人戻ってきた。で、エンジン音をですね、聞きたいという方がいらっしゃったので、あの辺ですいません、お願いします。エンジン音を聞きたいという方がいたので、ちょっとあのエンジンかけちゃおうかなと思うんですけど、はい、これで聞き取れますかね。まあ、これデビル缶なんですけど、最近のデビル缶です。だからあんまりうるさくないんですね。昔のデビル缶って直感みたいでひどいもんでしたけど。で、機関部の音こんな感じですね。まあ、このような感じです、はい。もちろんアイドリング等も安定してますね。ちょっとエンジンかけながら反対向きにしましょうか。さっき通ってったでしょ見てましたよ。反対こんな感じですね。あ、で、GGR のセンタースタンドついてます。ついたままになってます。 GGR はセンタースタンドはかけやすいバイクです。そんなに気合一線入れる必要はないですね。あ、ちょっとここ削れがあるんですよね、ここ、すいません、はい。ここもちょこちょこっと傷が、まあ、こっちが一回倒してるでしょうね、はい。よくですね、こうしたバイク倒してしまった、センタースタンド上げたいという時にどうすればいいですかっていう、コメントを多くいただきます。そういう場合はですね、声を出してください。声を出すことでですね、大脳新皮質が刺激されて、いつもよりも多くパワーが出ます。声を出してください。特に教習所で火起こしのテストとかあった時はもう声を出して、腰を入れて、それでも上がらなければ大声を出してください。それもですね、やっぱりただうわーとかでもいいんですけど、やっぱりうちはホワイトベースなんで、ガンダムにまつわる大声を出すといいんじゃないのかと思います。例えば、まあ、この間も言ったんですけども、みんなの力がガンダムにうおーって言ってください。そうするとこの辺にですね、死んでいった
恋人たちがふわーっと出てきてですね、皆さんの力になってくれるでしょう。なぜかララースーンも出てくるはずです。はい、わからないからすいませんでした。まあ、でこっち側こんな感じですね。はい、でグーバイクに出している金額ですね、支払い総額の中にですね、いくつか諸費用が含まれています。あれ、車体価格と支払い総額を分けてあるのはなぜかというとですね、まあ、そういうふうに価格表示をしなきゃいけないという話になってしまってます。本当は支払い総額だけ1本でいきたいんですけども、まあ、とりあえずあれは便宜的なものなので、説明をさせていただきます。で、うち支払い総額以上のお金絶対取らないです。まあ、店頭納車であれば。で、遠方発送とか、なんか特別ご要望がある場合は、そこにプラス追加してます。で、それを踏まえた上で話を聞いていただきたいんですが、このオートバイに含まれるものは、まず満期での車検。はい。満期での車検なんですよ。これテスト走行で長距離やってこようと思うので、8月期からですね、8月期からの車検になると思います。もしくは9月の頭。というふうになると思うんですけども、で、さらに、満期の車検の中に含まれる費用、もちろんテスト走行後の整備、それから名義変更、自賠責がもちろん2年入ってます。はい。で、それからその車検に関わる整備ですね、それも入ってます。で、まず基本的な部分としては冷却水の交換、オイルの交換、ブレーキ前ブレーキフルード各部注油、プラグ交換、それからバッテリー新品交換、ここまで含まれます。で、それからですね、キャブレターのオーバーホール、これうちでやってます。はい、キャブレターのオーバーホールをしてます。それから、やっぱちょっと年式立ってるのでタンクの中ですね、これ若干、腐食が出てました。なので一回空にしてなんか再度コーティングをしております。はい。で、それからここが非常に皆さんお買い得なんですけども、リアタイヤですね。これ、新品にさせていただきます。まあ、ちょっと、まあ、なんでこう僕タイヤをこう手で回さないで足で回すかというとですね、手が汚くなるからですね、汚い手でこう触りたくないというのがあります。なので、決してバイクを荒く扱っているわけではないんです。皆さんもそうですよ、センタースタンド立ててタイヤ回すときはこうやってしっかりここ持ってですね、足で回してこうチェックをしてみるといいんじゃないのかなと思います。はい。で、あとブレーキ周りですね。で、まあ、オイル言ったな、テスト走行言った、あと保安装備ですね、ライトとか灯火やホーン、それからテール等ですね、こうした部分も含まれます。はい。スクリーン綺麗ですね、これ新品みたいだ、多く書いてないんですけど。なので、まあ、店頭から乗り出せる状態で、納めるということで、金額がちょっと失礼します。支払い総額に全て含まれております。はい。ぜひ店頭を乗り出して乗って帰ってもらいたい一台なんですけども、はい、そんなわけですね。そうせっかく出したんで、これよくですね、肩の後ろを鍛えてですね、まるでように、かっこいい背中を作って、かっこいい背中でバイクを乗るにはどうしたらいいんですかというですね、質問を多くいただきましたので、ちょっとやろうかなと思うんですけども、用意したいのはバーベル。これ何キロでしたっけ ?12 キロでしたっけ?これ12キロのバーベルですけども、なるべく重さを変えられるものですね。変えられるものにしてください。で、それをですね、持っていただいて、背中を鍛える、肩を鍛える、引く筋肉です。引く筋肉を鍛える。こうかがんでですね、下に置くと、まず置いてください。で、腰痛めないように、左手で膝、もしくはなんか椅子があったらそこに手をついてください。で、手をついた上で、持ってですね、脇を締めるように引っ張る動きですね、引く動き、はい、はい、こういう動きですね、これ、はい、これが、こう肩の後ろ側を鍛えます。で、もちろんバーベルじゃなくてですね、これダンベルじゃなくてこうバー、こういうやつしかないよという人でも、それは大丈夫なんですけども、それはやっぱりこう、デッドローという動きですね。これちょっとバーだと思ってください。デッドロー、もう胸を張ってですね、ちょっと膝を軽く曲げます。そのままこう、下ろしていったところで、肩甲骨を両方寄せるように、膝
張ってください。でその時必ず笑顔で、笑顔でやりましょう。はいはいはいですね。これ腰あんま無理すると腰痛めるんで、軽めから、男性はですね大プレート2枚、もしくは1枚10キロ、女性はですね中プレート2枚5キロから始めてください。何の話か分かんないですよねこれね。はい、というわけでですね、川崎の ZZR600 です。本当はちょっと走り回りたいんですけど、今ちょっとナンバーがついてません。ちょっと今受けてるご商談の中で、決まれば本当にいいんですけども、うちの方で早めにですねナンバー取ってテスト走行やってみたいとは思ってますけれども、ぜひご興味ある方いらっしゃいましたら、この機会にお声掛けいただければ幸いです。あとは言ってないことないかな、あとは言ってないことないと思うんですけども、はい、重ねていますけど支払い総額が店頭乗り出しの込み込みになります。住民票だけ送ってください。お客さんの名義にして、走り出せるようにして、用意をしておこうと思いますので、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。